昨日一昨日と米子市の東山水泳場で行われた鳥取県選手権水泳競技大会県学童水泳選手権大会、県ゆかりの選手たちが出場するこの大会に今回参戦したのが米子市出身の村龍也選手。村選手は去年の東京オリンピック競泳男子200メートル平泳ぎで7位に入賞、そして6月に行われた世界水泳では4位入賞と世界トップクラスの選手です。予選で一緒に泳ぐ選手の中には中学生も。なぜオリンピアンが鳥取の大会に出場したのでしょうか。レース前、村選手といるのは一緒に出場している大学の後輩たち。和気あいあいとした空気の中、自分の泳ぎを動画で確認しています。でこの辺はちょっとテレビのカメラとか意識してちょっと笑顔で決め顔してるって決め顔だめだよ。とてもリラックスした様子です。というのもこの大会、まあ、やっぱりすごい思い出深い試合ではありますね。その僕はジュニアの頃からその先輩っていうか高校生と一緒に戦ってきたので。この会場は村選手が子供の頃からずっと練習で使っていたプール、いわばホームグラウンドです。そしてレースに備え入念にストレッチ。まあそうですね、今出せる力やっぱ出しておきたいんでレース直前、ジャージを羽織り歩く姿はまさに王者の風格。爽やかな笑顔から一転、集中力がこちらにもひしひしと伝わってきます。そして迎えた200メートル決勝、村選手の登場に子どもたちも大興奮です。ぶっちぎりの展開かと思われましたが、両隣を泳ぐ村選手の後輩、そして鳥取工業の選手も負けじと食らいつきます。しかし後半に強い村選手、ラストは驚異の伸びを見せ1着ゴールイン、2分11秒42で鳥取県新記録を打ち立てました。いやすごい進んでてびっくりしました。とても綺麗で速かったです。タイムめっちゃ、楽しめたレースができたかなという感じではありますね。まあ、でもラストのその強さっていうのは出たと思うので、ね、そこは良かったかなという、収穫にはなりました。レース後の村選手の周りには子供たちが集まり、一人一人にサインに応じていました。はい、チーズ。おー、いいな。ありがとうございます。行く先々でサインや写真を求められますが、爽やかな笑顔で応じる村選手、神対応です。僕自身その鳥取県でジュニアの頃からやっていて、やっぱりその全国大会に出なきゃ刺激がもらえなかった部分はあったので、こうして僕はこの県選手権に出ることによって、ちっちゃい子たちに刺激与えれたらいいなというふうに思ってたので。地元の子どもたちにエールを送りながら自身も歩み続けます。目指すのはもちろん今回の世界水泳で4番で、やっぱりそのすごく悔しい思いをして、だからこそ次の世界水泳でやっぱりメダル獲得というのを目指して、でその次のオリンピックでパリオリンピックで金メダルを目指していきたいなというふうに思います。米子が生んだスター村選手、今後の活躍にも注目です。